今日という今日はベル様と二人きりで観光できると思っていたのに。なんでいるんですか、ヘスティア様。おいおい、いちゃ悪いのかい、サポーター君。悪いです、お邪魔虫です。ちょっとくらい譲ってくれたっていいじゃないですか。ビリだってベル様と観光したりお土産を買ったり、誰もいない歴史ある教会で結婚式の真似事して、またいつかここに来たいねなんて約束したいんです。それはただの夢見る乙女のデートプランでしかないじゃないか。ですが素敵だと思います。古い聖堂でしたらここのオリンピアにもございます。今は使われていないのですが、建物が歴史的に価値があるので保存されているんです。今日はそちらを見に行かれますか。うん、そうだな、ちょっと見てみたいかも。エスティア様、ダメです、教会はリリの理想のデートプランなんです。ベル様と二人きりになんてさせませんよ。何言ってるんだよサポーター君、君も一緒に行くんだよ。え？着きました、こちらになります。ねえ、僕たちの最初のホームと少し似てるかも、そう思わないかいサポーター君。ええ、まあ確かに。どうしたんだい、教会に来たかったんじゃなかったのかい。変なやつだな君は。変なのはヘスティア様です。どうしてリリとヘスティア様が二人で来るんですか。いつもだったらベル君のデートを邪魔するなとか、君たちを教会で二人きりにはさせないぞとか言うのに。まあまあ、たまにはいいじゃないか、だって僕ら家族旅行に来ているんだぜ。ん覚えているかい、昔あの教会で君に頼んだこと。ベル君の面倒を見てやってくれ、お目付け役になってくれって。君と僕が初めて会った時だよ。もちろん覚えています。心を入れ替えたというのなら行動で証明してみせろ。あのベル様にしてこの神様ありというか、裁くと言いながらこんな判決でいいのかって、優しすぎるってそう思いました。君の言葉に嘘はなかったからね。まあ結局リリはヘスティア様からベル様をお守りしている気がしてますけど。言ってくれるじゃないか。なんとなくさ、ここに来たら思い出したんだ。サポーター君、これからもよろしく頼むよ、ベル君のこと。エスティア様？どこかで変なもの食べたんじゃ。そんな子供みたいなことしないよ、おかしくなってもいない。ですが、戦地になってるってやつだよ、センチメンタル。住み慣れた家から離れると感傷的になるって言うだろう。それはホームシックというやつなのでは。いいからいいから、どうせだからたまには二人で観光しようぜ。もう
様に勝手なんですから。わかりました、付き合います。せっかくの旅行ですからね。ああそうだとも。君との思い出もたくさん作らせてくれよ。